無料だからね、無料でこんなあったかいもん食えるなんて、いやこんな幸せなことあるねえでしょ。では君には今から浮き輪で沖まで行ってもらい、自力で帰ってくるデスゲームをしてもらう。はい、スタート、行け。あー、やってきましたわ。イソソちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。うっせえうっせえ。あ、お前なっていい、これお前これ証明じゃん、お前これ買うわ。あ、全部買ったわ。さあ、で今日もやるか。あ、なに、レストランとカフェ、え、なに、もう運も良さ作る感じ。じゃあレストラン行ってみるか。じゃあ真面目に作ろうかな。うめえもんいっぱい食えるとこ。あ、とりあえず腹満たせるとこな。なにこれ、あ、こんなとこにあったの、これ。いや、おしゃれなんだな、ちょっとな。まあ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 、この辺がまあ、一番まあ、ボロいかな。綺麗なレストランって求めてねえのよ、客は。とりあえず、安い、早い、うまいで行くんだから。まあ、これだろうな。まあ、順当に行けばこれだろうな。外画なんでね、関係ないんですよ。中が重要なんだから。中をどう綺麗にするかですよ。ああ、二部屋システムか。ああ、なるほどね。あ、必要なのは飲食スペースと調理場。いらねえだろ。飲食スペースと調理場一緒でいいんだよ、レストランって。ムード。ああ、まあまあまあ、ムードは重要ですよ。一番重要ですわ。来たな。ライトの色や明るさ。あ、じゃあちょっとこれでいろいろ作ってみるか。ああ、任せろ任せろ、お前これ。客がいっぱい入るとこ作ってやるから。中である必要ある？なくない？建物の中の必要あるかな。この辺いらないが、一旦これ片付けとく。いらない。ちょっとこっちの奥見てみるか。あー、こんな感じね。調理場という名の何かだな。一旦これしまっとくか。調理しねえから。じゃあもう決まったわ。まずは、ここは、やっぱ青空を俺は見せたいなと思ってますよ。まあ、こんな感じはなかなかいいんじゃない？こんな感じ。あ、こういう感じもなかなか悪くないよ。これだな。これだな。光ゴケの森の壁。これおしゃれじゃない？まあ、こう見て、あ、結構おしゃれじゃんってね、皆さん思ったと思うんですけども。本当におしゃれになるかな？俺の作った建築は。床もちょっとね、自然に行きたいよ。この辺はな、まあ、なかなか悪くない。あ、これ悪くないな。これがね、どぎたなさをね、演出してんすわ。で、テーブルはね、まあ、これ折りたたみだろうな。折りたたみのやつ、これ使うよ。で、炊飯器とかね。だから、飯重要だから。ここで食べてもらうんだから。ただまあ、スープジャーとかね。これ重要よ。ここはもうセルフだから。でまあ、後ろとかにこれ段ボールとかこれ置いてあるだろうな。でまあ、レンジね。レンジはでも自由に使えるシステムでしょ。お客さんが自由に使えるっていう。だからこんな感じよ。こういう感じ。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。でもテレビトレイね。このボロさがいいんだから。このブロンズにしとこうか。ちょっと錆びてる感じな。でここに、調味料を置いとくと。調味料は重要だから。こんな感じ。お、いいじゃん。で、ウォータージャグとかもね。こう置いてあげてと。で、フェンスとかこういうのをやっとくとリアルだから。このフェンスもちょっとつけとこうか。で、これ前にはね、植物のこのパーテーション。これ置いとくとリアル感増すから。おい、見てこれ。だいぶ外感出たでしょ。これだけで。今こんな感じに作ったから。リアル感結構出てるでしょ。まあ途中だけどね。これはすごいリアルでしょ。公園感出てるでしょ。今回俺が作るのは、この公園に、ホームレスの炊き出し場を作ります。炊き出しで、ここで飯食ってもらおうかと。やっぱ金なんていらないから。金取るつもりないから、うちは。もう全部善意なんで、こういうのは。もう困った時はお互い様ですよ。それも金でちょっとポクしちゃおう。あ、これいいじゃん。パーゴラいいぞ、パーゴラ。これ完璧じゃん。で、この下に、ちょっとベンチかなんか置きたいな。ガーデンベンチにしとくか。やっぱおしゃれに行きたいから。こんな感じにしとこうか。これ中に、中に入れられないのか。じゃ、しゃあねえな。じゃ、こうしとくか。おしゃれなのよ。おしゃれ、おしゃれ。ここ座って、飯食うから、おっさんたちが。やっぱ、あと重要なのこれ、ゴミ袋だろ。ゴミ袋重要だから、やっぱ白だな。このゴミ袋とか、こういうとこ置いといて。いいじゃんすか。いい。ゴミ袋は重要なんだから。ゴミ袋だけでも汚いに出ちゃうんだから。そういうところかな。だからこういうとこ全部置いとくぞ、ゴミ袋。自分のこれ、おっさんたちのこれ、カバンなんだから。みんないいカバン使ってるかもしんないけど、おっさんたちはエコなんだからね。もうエコとほど遠いけどね。最近有料ですからね。大変ですよ。あともう公園さ、水飲み場だろ。おっさんたちの生命線だから、これは。じゃこんな感じ。最高じゃん。ちょっと完璧なのできちゃってんな。完璧なの来てんな、これ。でも忘れちゃいかんのが楽ですわ。ラグ使うんだから。これとかどう？いいね。
100均感出てるよ。あー、この感じ。お、おー、いいじゃん。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ラグ敷くことで、こんなにパッと華やかになると思わなかったな。この場所が。あ、飯系めちゃくちゃあるんちゃうん、じゃない。カレーだろ。この間地面直置きやわ。あー、こんな感じで。だから、おっさんたちはこうやって食ってるから、こういうとこで。うん、カレー、今回カレーもありますよと。ね、いっぱいあんだから。お前、寿司はまあ食えんわな。じゃあ、チャーハンとか。選べるシステムでしょ。うん、カレーも食えるし、まあ、チャーハンも食えるよ。こういうとここうやって置いとこう。ちりばめとけば汚えから。じゃ、綺麗なんだよ。衛生は綺麗なんだよ。汚えとかねえから。あと、おっさんのために飲み物ね。まあ、おっさん何を飲むかって。もうこれはもう無料配給の水か、それか、まあ、ウーロン茶だな。ウーロン茶。おっさんはやっぱ健康気使ってっから。ウーロン茶にしようか。これ、醤油やんけ、これ。醤油やん、これ。あ、じゃあもうこれや。うん、こんな感じにしとこうか。うん、ああ、いいじゃないですか。ちょ、見てみようか。おいおい、最高かよ。最高かよ。おい、完璧だろ、これ。完璧に炊き出しじゃん。こんなん。ねえ、公園ところで。ね、地面で地べたに座って飯食うんだから。人いっぱい来るからな。このベンチャーで奪い合いよ。これはね、ボッサンの中のカーストがあるから。ホームレスカーストトップの、ゲンさんとかがもうここ座るんだから。でもゲンさんはここの長老みたいな男だからね。もう情報屋だから。でもほら、こうやって。ここ炊き出しで、まあ毎回みんな飯を受けてると。無料ですからね。こういうのありがたいんですよ。もしかしたらみんなも、ね、そのうちこれお世話になるかもしんないから。ね、今のうちに勉強しときな。これ。俺もちょっと今勉強してる途中だから。ここでこうやって食えばいいんだな、みたいな。そうすれば生きられるみたいな。そんなのをね、勉強してますよ。じゃあ次ちょっと中作ろうか。調理場と言われているところですが。これゲンさんの家だ。じゃあここはもうゲンさんのテントの中になるんで。ね、入んないでください、これ。ね、プライベートスペースですよ。まあ床と壁はこうでしょうね。うん、床はもうそりゃそうだよ。下も地面そりゃむき出しだから。ただね、ゲンさんは綺麗好きで有名だから。このやっぱ、この泥のね、このゴム付きマットでこれ泥を落とすんだから、お前。ちゃんと泥落とさないやつはね、入れないよ、ゲンさんは。家に上がらせないよ。やっぱ、中でも重宝するのこれですわ。これ。で、ちょっと広いじゃん。ちょっとさすがに広すぎるから、狭めよう。仕切り壁ですわ。これは新機能、仕切り壁。これを使うことによって、めちゃくちゃ狭いテント感が出せるんだから。ほら、見てみよ、これ。実質ここしかないからな。うん。これは俺よく使ってる手法だから。周りはちょっと外感出したいから。うん、ここはもう、外ですよ、みたいなの演出したいから、まあ、こうやってね、固形蒸した庭石みたいな。うん、この石を置いとけば、まあ、外っぽくなるでしょ。よくある庭石とかもこうやって置いとけば、うん、汚いでしょ？外感出るでしょ？堅牢なんだから。ゲンさんの家は。テントの周り石で囲まれて、ゲンさんは戦国武将大好きだから。それ戦国武将から知恵を得て、自分の城が攻め入られないようにしてんだから、こうやって。この可愛いクリスマスツリーとかこうやって置いてみ、これ。すぐ汚くないでしょ。可愛くないでしょ、こんなん。これもゲンさんの知恵よ。これ外に生えてる木なんだから。で、ゲンさんの家の中作っていこうか。まあゲンさんは綺麗好きなんで、こうやってな、ちゃんと干してるよ。でもやっぱゲンさん結構金目のもん持ってるから、ゲンさんの金庫置いとこう。これよ。一斗缶。これ拾ってきた一斗缶。これがゲンさんの金庫なんだから。この中にゲンさんの宝物入ってんだからね。娘の写真とか。で、ここのゲンさんのテーブルの上に、なんと、包丁乗ってます。そう。ゲンさんはね、もともと一流の料理人でした。ただね、まあいろいろ不況とかあったりとか、重なっちゃったりとか、そういう持病の悪化とかあってね。で、ゲンさんは、まあ今自由に生きることを選択したと、素晴らしいじゃないですか。フリーマンになったんですよ、ゲンさんは。まあこんな感じだわな。本邦初公開。これがゲンさんの家です。全体的にまあ、そりゃ匂うよ。しょうがないよ、そりゃ。生きてりゃ匂うんだから。で、まあ、こういうのとかね。まあ、ゲンさん、こういうのをゴミ捨て場から拾ってきてるから。全部ね。これとかレコードとかいつか聞きたいなーと思ってね。ゴミ捨て場からまとめて持ってきたんだけど、聞く環境がないから、ゲンさんには。ね、まあ、とりあえずラジカセで我慢してるけど。で、このレジとかも。とりあえずなんか使えそうなら持ってくるっていうのがもうゲンさんの心情。売れるもんはもう全部ハードオフで売るんだよ、ゲンさんは。で、まあ、こういうところもな。ゲンさん綺麗好きだから。ちゃんとこうやって服も洗って干してるよ。で、ほら、ゲンさんな。ほら、昔はね、料理人だったから。で、ほら、ゲンさん、材質使ってんのよ。これも拾ってきたやつ。で、これ、ちょっとおしゃれでしょ？ゲンさん、ここ、一国一城の主なんだから。ここの、テントの。だから、やっぱ、ボロは来てても、心は錦っていうことで。で、これ、ちょっとおしゃれな感じの。戦国武将大好きだからね。で、ほら、これはもう、強安。安いビール飲んでっから。まあ、ビールっていうか、発泡酒だよね。で、ほんとはいつもビッグマンみたいな。安い焼酎飲んでんだけど。俺は、京安は、まあ、それでも安いから。ドン京で売ってるからね。だから、こういうやつとか、本とかも、これはもう全部拾ってきたやつ。で、現在よくわかんないけど、とりあえず高そうなもん持ってくるっていうのがね、心情ですから。で、これテレビ。これは今やじゃあもう使えないんだけど、まあ、とりあえずインテリアとしてね、まあ、テレビを持ってるっていうのがステータスになるから、ここの界隈だと。
だからゲンさんもこうやってテレビを置いてるっていう。で、たまにこうやって都の職員がこうやってやってくるから、ゲンさんの家に。元気に生きてるかな、みたいな。そんな感じよ。で、とりあえずこうやって置かなきゃいけないもんあったんだけど、キッチンこういうとこに隠してあるから。だからこうやって隠した方がいいよ。ね、絶対こんなのキッチンなんてねえんだから、ゲンさんの家に。ちょっとこっちの雰囲気もちょっと暗くしとくか。夕方ぐらいにしようか。炊き出しはな。こんな感じ。あ、いい雰囲気じゃん。ゲンさんの家もっと狭められたわ。狭められたな。これでもいいかも。じゃあ、オッケーじゃ。これだ。働いて、働くって、まあ、炊き出しの職員かな。選ぶな。料理長。じゃあ、ゲンさんだろ。料理長、ゲンさん誰にしようかな。ゲンさん役は。じゃあ、このライオネルかな。ライオネルにしよう。見習い。来たばっかのホームレスだな。じゃあ、まあ、イザベーラにしようが。レジ係。レジとかないのよ。なんか着替えさすとっか。こんなおしゃれな格好しなくていいんだから。おしゃれな格好するわけねえでしょ。じゃあこんな感じにしたわ。こいつら全員家なき者たち。フリーマン。まあゲンさんはね、まあやっぱり元料理人だから、ねじり鉢巻きにしといたから。これまあやっぱ王の風格あるでしょ。ここの長だから。で見習いは、まだね来たばっかだから。タンクトップなんだよ。分かってないんだよ。冬の厳しさを。で次これモーリーさん。モーリーさん穏やか。穏やかだけどちょっと怒らすと怖いよ。で次ほっちゃん。ほっちゃんはもう、ムードメーカー。ここを温かくしてくれるから。笑いでな。ひょうきんもんだよ。だこれ決定よ。名前か。名前つけるか。じゃあ、これでいいわ。星の子無料炊き出し所。ありそうでしょ。じゃあ、これでいいわ。じゃあ、どんどん呼んで。頑張るから。全部無料よ。まあ、こういうこともしないとダメでしょ。匠ライフ。起きとるの？来てるか。ほっちゃん頑張ってんじゃん。ほっちゃんもらってんな。もらってんな、ちゃんと、お前ら、スープ。食って、たくさんの、フリーマンたちが。来てるな、ここで、飯食ってんな。いや、幸せそうだな、みんな。無料だからね。無料でこんなあったかいもん食えるなんて。いや、こんな幸せなことあるねえでしょ。幸せそうだな、本当に、この顔。で、次はもしや来てしまうか長老の家。ゲンさんの家、新人がゲンさんの家の掃除しに来てるわ。ここでゲンさんもな。ちゃんとここで飯食ってんだわ。じゃあゲンさんそっち、いや、ゲンさんそっち、外で。今、掃除してもらってるからな。外でコーヒー飲んでるわ、ゲンさんは。いろいろと、ちょっと考えることがあるんだろうな。思うところがあるんだろう、ゲンさんにもな。じゃあゲンさん掃除してあげてよ。ちょっと匂いがきつくなってきちゃってるから。綺麗にしてほしいね、ゲンさんのテントの中も。いや、素晴らしいね。完璧じゃないですか。ちょっとここで写真撮ろうかな。炊き出してる側の視点からちょっと見ていこう。こんな感じよ。みんな幸せそうだなー。じゃあ、これで OK。OK。いいじゃん。いい写真だよ。星の子無料炊き出し所。最高じゃないですか。星の子無料炊き出し所。いや、撮影したるなよ。生活かかってんだから、みんなの。いいね。いい。使うことはないでしょうね。こんな外観。皆さんも生活の方頑張ってくださいね、本当に。応援してますんで。お疲れ、開店初日から大盛況だったわね。まあそうでしょうね。みんな飯無料で食えんだから来るでしょ。近いうちにみんなでお客さんとしてレストランに行きましょう。ご馳走してあげる。いや、無料なのよ。無料はご馳走とかねえのよ。今更だけど私たちの仕事ってこんな風に誰かを笑顔にできるのよね。そういうの最近ちょっと忘れかけてたかも。まあそうだな。いつ俺たちがお世話になるかもわからんしな。なんか人生勉強になったな。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。